バラバラリよいしょ。さあ今日は音楽町にやってまいりまして、ありがとうございます。後ろがね、はい、音楽川駅、おなんかテラスみたいなんでね、お店とか入ってるみたいです。はい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 、はい、やってまいりまして、今日斉藤さんまた、あそうなんです、斉藤さんがまた博多座で、ね、今週そして来週もいません、はい、ね、ちょっとちょっとね、ことがゴリさんちょっと雑に振られるんで、ことのくだりは俺の時はなくていいと思ってるから。パラシュート部隊矢野ペペと斉藤優の代役ゴリケンが福岡の魅力を再発見する旅企画パラブラリ。で今日何行、もう何でしょう今日、他他行ね、他実で飛んでいきます今日は、うん、はい、なんか話してましたらもう急にねちょっと、はい、気になる方が目の前にもあらファンの方ですか。なかなかな出で立ち、半額で買ったんですよ。半額で買ったんだ。急に服の話、会話の最初の始まりがこの服半額で買ったっていうのはやっぱエッジ聞いてますよね。急に服の話、何をされてる方なんですかね。一応 YouTuber しながら、ああ音楽で仕事するんです。音楽いい街ですかやっぱ。うん、いい街です。おすすめスポットなんかね、もしあったりしたら、うん、ここえここ未来テラスって言って、うん、1階は軽食ができて、前菜がうまかった。前菜ちょっとじゃあ行ってみます。あの自分モノマネとかもできるの。えモノマネ、あのねカラスのね、うん、カラスカラスが鳴いて、うん、嫌な鳴き方、初めてのパターン、うん、カラスの鳴き方だけど嫌なカラスの鳴き方、カラスが逃げる鳴き方、あカラスバラエの鳴き方ができると。じゃあモノマネというのは能力よね、うん、じゃあ一発もらっていいですか、はい、一発すいません。ああいい加減にしてくださいよ。本当本当。いい加減にしてくださいよ。本当。これしたらなんで喉をクリクリするんですか。でもなんかこうほんわかする楽しいモノマネですわ。あとサルマネ。まだやんのかよ。何？あれゴリラも出てくるんじゃないか。ゴリラも出てくるんじゃないか。これは地獄絵図だ。これは地獄絵図だぞ。これは地獄絵図だ。あ、毛づくろいしてる、毛づくろいしてる。それでは恩賀川駅前で猿とゴリラがドラミングで行く他行のつ、しょっぱらね、はい、疲れたなって猿ゴリ合戦、猿ゴリ合戦がね、クルーミングの下りもシンパシー感じて向こうも来てくれたんで、楽しそうな人がいそうですね、はい、でもテラスおすすめしてましたよ。まあちょっと情報聞きつつ行ってみようかな、はい、早速音が未来テラスに取材交渉。その結果館長が5分ぐらいで帰ってきて、はい、出たがりらしくて、えごめんなさい、いいんですかそんなこと言って。いや言われおっしゃいました。えじゃあ館長はいいんですか。えお姉さん、いや出たがりです。あじゃあ館長待ち。館長の帰りを待つ間、ゴリペペは建物の3階にある施設を見学。お綺麗ですね。あどこだ。3階は子供さんが遊べるスペースがあって、へいいですね。これめっちゃありがたくない。失礼します。いいですか。かわいいね。こんにちは。ちょっと上がる。うん、会長さん出たがりの出たがあの方が、あの方です、あの方が出たがりの、こんにちは。館長、こっちいいですか。急に取材来てすみません。いやいや、まあ、あの後で編集しますけど。お名前が。あ、松田です。こう改めまして、ここはどういう施設になるんですか。あの音楽町の施設になりまして、駅に隣接しておりますので、うん、駅の待合ですとか、あの1階はほとんど自由に使ってもらえるスペースですので。え、ここも無料なんでしょ。ここも3階は無料ですね。幼稚園以下のお子様ですけど、あ来て自由に遊んでもらえるスペース。あーなるほど。駅降りてこういう施設があるとこの街めっちゃいいやんって感じですね。ありがとうございます。音楽町のことはじゃあ結構お詳しいですよね。まあそうですね。 おすすめポイントここであります。音楽の赤潮ですとか菜種湯を使ったデザートを作ってるところがちょっと離れたところ。何を使ったんですか。赤しそだとか菜種油、音楽の特産なんですけど、ね、あれ芦屋じゃないですか。いや音楽なんです。しそが名産なんですか。そうですね。菜種油ですね。菜種油、菜種油、場所が何ていうところでしたっけ。アラペイザンヌっていう。アラペイザンヌ、アラペイザンヌ、アラペイザンヌですよ。ザンヌ、ザンヌ、何何、アラペイ
さあ、さっきのあの館長さんが教えてくれたスイーツのお店、はい、アラペーザンヌっていうお店に。でもシソのスイーツってあんま聞いたことないね。無償あ、これじゃない、可愛い建物で、うん、その前に古墳があるけど。いや、古墳は大丈夫です、ゴリさん。大丈夫、ゴリさん、古墳は一回待ちましょう。あ、そう、うん、うわぁ、ちょっと取材局、あ、ここですね。あ、これこう書くんね。アラペイザンヌ、アラペイザンヌ、バームクーヘンとケーキだ。ケーキで、行きましょうか。こんにちは。こんにちは。すいません、ももちゃまストアですけど、はい、いいですか。どうぞ。あ、早っ。館長から段取り行ってます。早っ。館長から段取り行ってます。段取ってくれ。館長からの段取りが、はいはい、あ、ありがとうございます。訪れたのはバウムクーヘンとフランス菓子の店アラペイザンヌ。うわ、美味しそうなケーキが並んでおります。バウムクーヘンだわ。で、人気がこの、うわ、バウムクーヘン。そうですね、菜種油を使ったバウムクーヘンがとても好評です。菜種油、おっしゃってたね。言ってた。え、でもスイーツに菜種油っていうのは合うの？珍しいですね。でも合います。あ、どうしよう。でもなんかもう一個なんかシソ？シソの…シソはね、うちは作ってないんです。あ、違うか。シソのケーキは作ってないんです。あのシソのくだり何だったんだ？シソがないんです。いや、いいんですよ。いいんですよ。ナタネバームがあるから。これは食べたい。はい、ちょっとこのバームクーヘンカットしていいですか？いいですか？後で買わせていただきますんで。もう娘がデビューしたんでね。あ、デビュー？娘がちょっと、じゃあ、あ、こんにちは。あ、こんにちは。どうも。え、じゃあ家族でやられてるってことで。あ、いいですね。素晴らしい。これはまあ高齢ですから、まあ、いろいろ技を伝授。え、娘さんはやっぱお父さんの姿見てこのお店やりたいな。そうですね。もともと介護職してたんですけど、父が老いてきたので、はい、いや、いい方、娘さん、はい、両面でいけるってことですね。でもこういう僕中二のね、娘がいてこういう関係性じゃないんですよ、やっぱ。反抗期といいますか、そういう時期ありました。ありました。本当に？はい、やっぱ中学校の時、中学校の時、はい、神奈川にいたんですね、はい、神奈川にいたんですけど、結構反抗期でした。すごくめっちゃ言ってました。あ、でもお母さんとぶつかる方が多かったですね。あ、そっか。もうずっと優しいので。ああ、じゃあそう。でもそういうのをつないだのがバームクーヘンだね。いやいや、違う、うまくないぞ。家族の輪をね、バームのカットしましたけどね。はい、奥様、これですね。うわ、じゃあちょっと菜種油使ったバームクーヘン。色は普通ですね。色はね、これ黒糖を使ってるんです。ちょっとだけ色が、あ、ちょっと色が濃いですね。菜種と黒糖がとても合う。じゃあちょっと初めて食べますが、いただきます。あ、ちょっと香ばしさがありますね、普通のバウムクーヘン。そうですね、うん、例えば菜種油の特性じゃないですかね、うん、香ばしさとか風味が、黒糖のなんかしっかりした甘みがきますね。美味しい。食べます？いいかな。そろそろ、はい、ちょっと、はい、こっちこれこう切るのがね、うん、このバウムクーヘン、これが楽しいですよ、こうやって、うん、ね、そっちくんかい。ちっちゃいホップやろ普通。すいません、デブ屋でちっちゃいホップって石田さんに怒られて。そうです、そうです。それ以来あの切ったらこっちを取る。でっかいホップ。すいません、いただきます。うまいな、うん、なんだろう、好きな味です。あなたの好み知らないけど、ものすごくコーヒーと合いそうな。確かに菜種と黒糖の味はね、めっちゃうまいですねこれ、うん、いや、いいね、ちょっといろんな美味しいもの、家族でね、もちろんこういう感じになりたいんですよ、お父さんとその娘さんの関係、うん、でもそう、お母さんと揉めたって言ってたけど、お母さん結構喧嘩されたんですか、娘さん。いや、やっぱりいざという時はですね、あの、やっぱ女同士はバチバチです。ちょっと恥ずかしい話ですが、もう時効でしょうね、今はね、はい、ちょっとやんちゃな時もあって、はい、やりたい放題です。ちょっと何やったんですか、娘さん。それではアラペイザンヌの仲良し家族で一句、他行のテトと私とで、うん、これね、ゴリさんの娘さんに送ります、うん、父ちゃん頑張ってるよ。やっぱそっちになっちゃうよね。父ちゃん頑張ってますよ、はい、今日もプロフィール書いたの見てるからな。LINE のな。父ちゃん頑張ってるからね、いろいろ LINE 持たせると。そんなんどうでもいいですよ、はい、ゴリさんお願いします。まあ、そんなこと思い出、僕もちょっと子供のね、やっぱ、はい、
手がかからない日を思いながらバームで。そうバームって、いやバームクーヘンって書きながら、いやバームですね。なんで略すの？これ思ってこうなっていただけたら理想のね、手がかからなくなる日というのを、うん、あっという間です。あ、そうですか、はい、意外ともう今はあの笑いに変えて、あの時はすごかったよねっていうのは話します。じゃあ何年間ぐらいまで耐えました実際その、中3まで。中3、はい、中学生の間。あ、じゃあ僕今中1、中2なんです今年、あと2年だ。もう終わりです。見えてます先が。本当に、はい、殴り合いとかまで行きました？殴りはしないですけど、取っ組み合いはありました。いいですね。ね、あのちゃんと目線合わせて勝負っていうか逃げずにね、はい、やったってことですよ、ね、肘やられました。関節力入れるから関節がなんか相当いかれました。格闘会じゃないですか。いかれちゃったんですね、箇所が。早い、しびれと辛さとこの熱さね、やばいです。これデンジャーよ。本日のパラブラリは、音楽町の魅力をカルタで PR する旅。ちょっと駅前戻ってきて、新健一さんのお弟子さんがやってる中華料理。これ鉄人よ、はい、鉄人の血を継ぐものよ、はい、チンを継ぐものよ。いや分かったよ。なんだチンを継ぐものって。うわ書いてるね、新健一直伝麻婆豆腐。そう、これはちょっとぜひ食べたいね。許可だ、オープンって書いてます。お願いします。行きましょうか。名店の匂いするね。おっ、 OKOK、 もうお客さん3組ぐらいいる。あ、そうなんや、うん、訪れたのは遠賀川駅すぐそばにある中華バル、ブユー。シェフ、シェフです。シェフ、え、陳健一さんのお弟子さん。はい。え、それいつ頃の？もう30年前です。30、え、四川飯店でしたっけ？四川飯店ですよ。あ、四川飯店にいらっしゃった、はい、陳さんのお店ですよ。ランチは店の看板メニュー、陳健一さん直伝の麻婆豆腐に決定。これね、辛さランクあって、うわ、ゼロがなし、マックス6までいくと、うんうん、天国。天国、表現の仕方がもう、はい、辛いの得意ですよね。まあ確かに6がマックスですか。いや、夜は9があるんですけど。夜は9がやばいでしょ。行きますか。2と9を1つずつください。9いってるやん。俺は好きだけど、この整えてくるんだよ、辛いの食べるときっていうのは大体、うん、じゃあ6にしましょうか。いや、もういいよ。6にしましょうか。9で、9で、9で、9でいいっすね。行かせてもらいます。早速、しびれと辛さが癖になる陳健一さん仕込みの麻婆豆腐をいただくことに。まずは、はい、こちらが2の方です。うわ、グツグツ系だ。どこ、厚さ、ここらさ、厚からってこと。厚から、聞いてないよ。すいません。すでにこれで2だって。これで2です。辛そうだもんね。あの、2で十分辛そうですね、うん、どうでしょう。いただきます。あ、うまい。うん、あ、うん、あ、辛いね。あ、辛いね。辛いね。まあ、これね。見て。あ、辛いね。辛い。だいぶ控えめなんです。マジですか。いや、でも美味しい。美味しい、美味しい。続いて、ゴリさんがオーダーした。お、なんか乗ってんな。なんか乗ってんな。うわ、ちょっと待って。9です。9。9っていうのはだけ、あの、夜しかないやつですよね。あの、色が違う。ちょっと、うわ、赤っ。唐辛子やん、丸々。ほら、これ、ゴリさん、ノーリアクション、唐辛子に。今のはもう見なかったことしてます。丸々唐辛子なんか、重いんだよね。重い。うわ、いや、これはやばいかもよ、てみちゃん。これいくらゴリさんでも、これはもうダメでしょ。これは、これはちょっと、これは、かなり辛い。ゴリさん全然いけるよ。わーっ、早い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 、ほんとに。いや、なんで。あー、ほんとにマジでピンタ打たれてるよ。先週ピンタ入ってるね。マジで。でもうまい。なんでだろう。だから最高だよね、うん、今、巡り合ってるよね。じゃあ一口食べる。いやー、最高。最高なの。
来ましたよ、汗が来ました何言ってんの何言ってんのこれどういううまいよね悶絶しながらも食べ進め、完食まであとちょっといけそうかちょっと止まってますね、うん、じゃあ僕せっかくなんで応援がてら僕大将こと引くんで、おお、そういうパターンもあるのね、完食いい音色頼むよ、じゃあわかりました、じゃあゴリさん、はい、頑張ってお願いします、完食頑張ります、共同作業ですね、よし、じゃあ行きます、散歩道、もう仏さんになっちゃいましたそれでは大正ごとと激辛完食で一句、他行のたとちちでいきたいと思います、こちらちょっと雑音が入ったけどこと乾燥、なるほどちょっとうめき声が入ってましたけども、はい、どうにか乾燥したってことです、ゴリさん、僕はちょっと料理の鉄人のね、あの感じでちょっと、はいはい、お願いします、わかりました、歯でいきます、はい、大変からございました。美味しゅうございましたみたいに。でもうまいですよね。いや、うまからですね。ありがとうございます。これは本当にただ入れてるだけじゃないから。ぜひ来てほしい。からうまいということでございます。はい、でも今日いろいろと音が回りましたが、うん、ほのぼのしたね。あ、そう、人がですね、うん。オープニングからファンキーな人いたり、うん、館長さんとかね。そうですね。バームクーヘンのところとか。はい。またゆっくり来たくなりました。そうですね。いや、ご支援ありがとうございました。ありがとうございました。はい、トイレ行きます。いや、早いな。